はい、皆さんこんにちは、かおげです。今回はアンダンドクターで遊んできました。めちゃくちゃ久しぶりにね、イタチ共鳴以外の割とネタ寄りの構成で遊んできたんですけど、なんだろうね、すごい本来の DVD っていう、まあ、表現で合ってるかわかんないんですけど、そんな感じがして、まあこれはこれでね、楽しかったですね。はい、今回はね、アンダン君がいい仕事をしてくれたので、まあそこもね、注目して見てもらえたらなと思います。それでは本編どうぞ。これでマックスまで溜まったらマジで最強パークよ。あれー、どこ行った？あ、いた。よいしょ。結構、おーっと、発電機回してんね。よいしょ。おい。リトルマヨーニはね、今日までのはず。レベル2までは上げときたいな。おー、ナイス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 。いいよ、三刀くん。六刀くん。なかなか凶悪な生成してるね、これ。待って、フック、あった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 。なんか死んだ時の叫び声じゃなかった今の。まあいいや。あー、できればね、あれもあるんで、鎮静の効果もあるんでね。放電爆破を打ちたくない気持ちがちょっとある。全員負傷にしときたい。ここいたったっけ？あ、でもそこあるな。うわ、びっくりした。幻影か、びっくりした。なんかと思った。よし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 。いるな。いやー、これ蹴っとくか。関東くん、まあ。これで遅延入れとこう。向こう二人ね、回復してるね。あれ回復し合ってますね。よいしょ。今心音ちっちゃくなったからな、ちょっと。ほらほら、来た。
ロッカーは大丈夫です。あ、でもアンダンでちょっと交代してる。いいよ。アンダン君がなんか迫真の仕事をしてるわ。さすがにこれはホデマッカしとこうかな。そうね。これは釣っとこうか。アンダン君迫真の活躍記者。結構、いや、ほら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 、見てこれ、めっちゃ交代してるやん。アンダン君のおかげで、まさかの活躍きたな。オッケー。サバイバーそのうち雷返ししてきそう。ドクターが電撃放ったら急にあれでしょ、飛ぶんでしょ、ジャンプして。これまずい、追わないと。これ、お、あー、やった。これ、追い切らないと、疲れが。無限オフレコになっちゃうんで。あー、これ反対側回してるな。2人、2人か1人か分かんないけど。あー、でも1人あれか。お、ナイス。なんで？やばい、無限オフレコ来てる。アンダン君、俺に力を貸してくれ。その 6% どこに打ち込めばいい。ここだな、多分。いるな。いや、戻ってる。これ二窓でチェイスならお任せください。はい、釣れんな。あー、やばい。あ、でもこれもらった。よいしょ。
で、あとはお出まかOK、これもうレベル3にすればもう勝ちですね。あー、よしよし、終わった。はい、 OK。 あぶねー危ない。いや、アンダン君よく頑張ったわ。いや、実際ちょっと頑張ってた。実際ね、まあ、イタチの方が交代するけどぶっちゃけとはいえだな。はい、こんにちは。たまにはこういう構成もいいな。よっしゃー。いやー、危ない危ない。これドクターじゃなかったらね、逆に終わってましたね。ピックとかで同じ状況だったらもう脱出されてたんだけど、ドクターはね、這いずり放置プラス立ってる人が一人だったらほぼ勝ち確なんで、放電バックさえ当てれば。